皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS のジョングクはヒット曲、スタンディングネクスト2ゥーユーで新たなマイルストーンを達成しました。この曲は人気ゲーム、フォートナイトの男性モートとして登場しています。2024年8月7日、この曲の振り付けを披露する新しい男性モートが導入されました。これは歴史的な瞬間であり、 ソロ BTS メンバーの振り付けがエモートとしてゲームに組み込まれたのは初めてです。プレイヤーは、フォートナイトのゲーム内通貨である V バックスを使用してこのエモートを購入できます。このエモートの追加は、曲の影響力を称賛する BTS ファンの注目を集めました。あるファンは、ジェイクの曲はどれも文字通り独自のトレンドです。K-POP アーティストにとってはクレイジーです。 この社会は本当に私を試しています。私はそれを見ませんでした。とコメントしました。フォートナイトのダンスエモートでは、プレイヤーは魅力的なダンスムーブで自分を表現し、勝利を祝うことができます。私は迷って静かにしています。ミニオンは全ての縁を激しく揺らします。あなたの隣に立って、エモートは、 ゲームで利用できるダンスムーブの長いリストに追加され、ジョングクのダイナミックな振り付けをフォートナイトの世界に持ち込みます。あなたの隣に立って、は、ジョングクのデビューソロアルバムアスタリスクゴールデンアスタリスクからのリードシングルであり、Spotify でウォークストリームを超えた K-POP ソロアーティストによる最速の曲として目覚ましい成功を収めました。このエモートのリリース後、 以前はこの曲を知らなかった多くのフォートナイトプレイヤーが、そのミュージックビデオにコメントし始め、音楽と振り付けの両方を称賛しました。BTS の振り付けがビデオゲームで使用されるのはこれが初めてではありません。以前、BTS のヒット曲、ダイナマイトのダンスムーブをフィーチャーした、ダイナマイト・エモートがフォートナイトに追加され、BTS は UBI ソフトのリズムゲームシリーズ、 ジャストダンスアスタリスクにも登場し、ダイナマイトやボーイウィズラブなどの曲が収録されています。このエモートの追加により、ジョングクと BTS は世界のエンターテインメント界で強力な影響力を発揮し続けています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。 お体に気をつけて、さようなら。